稲村雑談特別版ね、2人の直也、志賀直也と山田直也ね、お楽しみいただいてますか、ということでね、ゲストの、資料寄贈者であり志賀直也の孫様であります山田優さん、引き続き出ていただいております。さて、山田家の話とかね、いろいろ、はい、今回は、まあ、志賀直也展ということでね、目打ってますので、あまり山田家の資料が出ていないので、ちょっと細かくねお話をさせていただきましたが、いよいよ、ね、志賀直也さんのことということで、はい、実はこのね収録をしている前にですね、千葉テレビの取材、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、我々、この収録今ね YouTube してますけど、収録してる時にはどう出るか知らないというね、でももう皆さんは多分見てると思うんですが、うん、そうですね、ね、ちょうど梅雨入りをしてね、うん、もう暑くて、蚊がすごかったですね。でもね、雨降らなくてよかったですね。本当ですね、うん、やはり晴れ男を、はい、山田優さんを、うん、お迎えしてお送りしております。さあ、ということで、志賀直也さんのことということで、まあやはり、志賀直也さん五丁目だったということもありまして、はい、率直に志賀直也さんとどういう関わりがもともと思い出として今思ってることって何かありますか？うん、そうですね、僕は生まれてすぐはずっと熱海に住んでおりましたので、まあ、その頃の写真なんかもいくつか展示されてますけれども、私のその思い出としては、その後小学校時代から、祖父が渋谷の時山洲というところに最後ついの住処として移り住んだんですが、そこでの思い出が、まあ、中心になるかと思います。で、88歳という長命で、私がちょうど20歳、大学の2年生まで存命でしたので、まあ、接点としては非常に多くありましたね。普通のおじいちゃんとしてのお付き合いっていうんですかね、おじいちゃんと孫という関係性でもって、いいおじいちゃんだったなっていう思い出が今ありますけれども、はい、一番こうなんていうんでしょう、記憶に残ってる祖父志賀直也というとどんなところが、うん、まあ普通のうちのおじいちゃんと変わらない感じで、まあその作家であるおじいさんというイメージはあまりなくって、まあ遊びに行ったり、一時期はしばらく母親が海外へ、1ヶ月ぐらい出ちゃう時は渋谷の家に預けられて、そこから学校へ、妹も含めて、妹も渋谷の家から学校へと通った覚えもあるんですが、もう本当に普通におじいちゃんおばあちゃんのところで預かってもらって、学校に通ってという普通の生活をしたこともあるので、もうとにかく本当に普通のおじいちゃんとの関係、まあ、ただお客さんがいろいろいらっしゃってたんで、その当時はあんまりそのどういう偉い方かとかよく分かんなかったけれども、なんかおじいちゃんのところに随分いろんな人が出入りしてるなというのは感じましたね。それはやはり渋谷の方が多かったんですかね。いや、実を言うとその熱海の時代のことは写真では残っているんですが、まだ本当に小さかったんであんまり覚えてないんですね。ですから渋谷の時代ですね。で、まあ都内、今までずっと地方を23箇所、まあ渋谷を入れると外すと22箇所になるかもしれませんけども、地方ばっかしだったのに都内に住んだわけですから、もうみんな来やすいから、もう頻繁にいろんな人が出入りしてるので、あ、ずいぶん賑やかなうちだなと。で、おばあさま、おばあちゃまが非常にそのお客様が来るごとにお茶出しとか、それが大変そうだなと、逆にちょっとそちらの方を心配したかもしれないですね。まあ志賀直也さんの奥様の話が ね今少し出ましたが、安子と書いて貞子と読むというね、うん、今回 の展示でお写真でいきますと、はい、山田優さんがおとりになった写真が1枚出ておりまして、はいはい、キャプションが出てるんですけども、はい、まあその写真はあえてここで出さないので、ぜひ展覧会開きましたらぜひ展示の中で見つけていただきたいなと思いますけども、はい、山田優さん自身もね非常にカメラとか、そうですね、お好きなんでね。
ということで、ただやはりその山田家コレクション、今寄贈された分とはまた別で調査もね継続させていただいておりますが、はい、アルバムが非常に多いですね。多いですね、うん、やはり、写真はゆうさんだけではなくて、うん、お父さんとか非常に、そうですね、父親も写真を撮るのは結構好きだったので結構残ってましたね。あんまり僕もよく見たことがなかったんで、見てこんな写真まで残ってるのかと思ってびっくりした次第なんですけれども。ですと、それでいきますと山田由里子さんのお話を少ししたいなと思うんですが、はい、アルバムの中に、うん、ゆうさんの小さい頃、はい、ね、遊んでらっしゃる写真とともに、はいはいはい、短歌がねこう、はい、お読みになられていて、はい、やはりこうなんて言うんでしょう、文学者の家系だなという感じがしましたけれども、ね、しがらやさん、まあ、ここは我孫子ですから我孫子でどう暮らしてたかっていうのはねまた別の動画で見ていただきたいんですが、実は山田由里子さんも我孫子に来ていたという。あ、そうなんですね。伝記をね、うん、書かれ自伝というかね、はい、書かれておりまして、その中にね見つけた時はびっくりしましたね、うん、ですからやはりそういう意味でも山田家っていうのは、うん、滋賀家との関わりって非常に、ああそれは強かったかもしれないですね、うん、と思いますね、うん、はい、ね、先ほども熱海の頃は、まあ、幼かったというかね、うん、生まれてもうまだ 3,4 歳とかまでぐらいしかね、いませんから、熱海にはいませんでしたので、やはり今回の注目は実は裏テーマとしては山田優さんの可愛らしいお写真というちょっと恥ずかしいんですけれども、ぜひねその辺も見ていただきたいなと、思いますけれども、まあ、今回の展示品でいきますとやはり署名本が少しあったかと思うんですが、はいはい、なんて言うでしょう、先ほどはまあ家族としての志賀直哉さんというところでどういうふうに見ていたかというかね、どういう関係だったかという話でしたが、やはり、まあ、現在寄贈されてるだけでも署名本結構な数がありますが、うん、実際のところその、志賀直哉さんの小説というか、うん、まあ、文章に触れた時っていうのはどういうきっかけで触れました？そうですね、小さい頃は、まあ、ほとんど触れたことがなくって、ただそのちょうど私どもの頃は教科書に出てることがあって、まあ、それで初めて触れたということくらいで、なんかね皆さんの想像と違うかもしれませんが、孫だからといってたくさんこう祖父の本を読んでるとかいうことがあまりなかったですね。それは多分祖父が自分の子供に対しても自分の作家としてこれを書いたから読みなさいと、読んでごらんなさいということをあえてしなかったようで、ですから母親からも私に対してこれはおじいちゃまの本だから読んどきなさいよというようなことを言われたことは多分一度もないと思うんですね。ですからあまり逆に言うと積極的に触れたことがなかったかもしれないですね。とするとやはり、まあ、まだ現在もね調査中ではありますけども、うん、山田家にこう伝わっていた、はい、まあ、いわゆる祖父志賀直哉から孫に送られた、はい、署名のね本が少し展示してありますけども、はい、今回、その本はあまり読んでなかったという、サインもらったってじゃあって言ってしまっちゃったというそういうような塩梅だと思いますが、多分読んでないと思います。岸君もですねやはり2人で投稿してると1年前を思い出しましてですね、10連休そう、ね、頃はね平成令和に変わる頃、うん、まさかコロナウイルスで、うん、こういうふうに、うん、動画でおしゃべりするということは想定できなかったんですけど、想定できない、頃にねやはりこれですね、うん、志賀直哉随筆集、うん、ちなみに言っときますけど、私岩波の回し物ではありませんがこの本今、はい、うちでも一押しですのでぜひ買っていただきたいと思うんですが、この本とかね、うん、あるいは他の志賀直哉さんの本販売してましたけども、うん、最終日にね
お孫さんを呼ぼうということでね、はい、あの当時はあの文学館のツイッターなかったもんですから、うん、あのアビシルベのね、うん、アカウントでいいねとリツイートが500超えたら行こうというね、はい、あのもう言えますけど本当にねあの超えなかったらどうしようっていうねもうあの来てもらって決まってるのにどうかなっていうところあったんですけどね、うん、あの1日で1日というかもう何時間でね超えたんでね、クリアできましたね。非常に良かったなと思っておりますけど、うん、ちょっと前置きが長くなりましたが、その時にね、うん、あの対談というかまあトークやりましたけども、はい、あの終わった後にね、うん、サインくださいって言われてましたね。そうびっくりしました。生まれて初めてサインしました。僕のサインをもらって どういうことなんだろうとあんまり意味がないような気もしましたけれども、ちょっと嬉しかったですけども、はい、そうなんです。だから、ね、まあ戻りますとね、署名本をもらうっていうことはもちろんあったんでしょうけれども、はい、まあ、ある意味でその家族の関係から見た志賀直哉さんのその署名本から感じ取れるものっていうのは、うん、やはりあの文学者としてのお付き合いっていうよりは本当におじいちゃんとして自分が書いた本をまあ読んでっていうよりはまああげとくぞという感じなんでしょうね。そうです、おっしゃる通りだと思います。第4回だいぶ緊張感も取れてきました。次回はどんどんと脱線していくかな。赤い風船と聞いてね、ここはピーとか入れられないんですか。これでもってね、うん、あのサーコの朝呼んでくれないかなとか、ね、一瞬思っちゃいましたけども、はい。